高知県全県区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。定数は、廃止に至るまで5。1950年公職選挙法施行以降から、廃止までの区域は、以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行。 当日有権者数、64万564人。投票率 66.、66.78%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。当日有権者数、63万2357人。投票率 77.、77.18%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数。 627,119万 7, 人、投票率 72.、72.11%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、624,694万 4, 人、投票率 71.、71.60%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行。当日有権者数、 613,843人、投票率72.86%第35回衆議院議員、総選挙10月7日、執行当日有権者数611,393人、投票率74.77%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数60万429人、 投票率 78.、78.30%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数58、583,527人。投票率 80.、80.44%第32回衆議院議員。総選挙12月27日執行当日、有権者数57、571 27。271人投票率。 79.61%、第31回衆議院議員総選挙1月29日執行、当日有権者数、54万2213人、投票率、82.03%、第30回衆議院議員、総選挙11月21日執行当日、有権者数、54万2449人、 投票率 74.、74.83%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数、54万6053人、投票率 76.、76.01%第28回衆議院議員、総選挙5月22日執行当日有権者数、人投票率。第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、 当日有権者数、人投票率、第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、人投票率、第25回衆議院議員総選挙10月1日執行、当日有権者数、人投票率、第24回衆議院議員総選挙1月23日執行、当日有権者数、人投票率、 第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、人投票率。ありがとうございます。